同じキャラ2枚っていうのが珍しいですよね、このストリート・デタリールのセカンドステージにおいて。さあ魚群のシーター、このキャミキャミチューンシフトどうやって突破するか、シノビズム。まずは先鋒戦は魚群水葉のキャミ対シノビズム藤村の剣、いってみましょう。お願いします。さあ中足ラッシュの前から先にさあコンボを決めていったのは水葉のキャミ。さあ画面端を取っているが、なっとさあ藤村なんとかねじ込んだ形、中大確認入れ替えて着々足やられしっかり、ここは見ている、できている、深いぞ、そこも見逃さない。 OD 陣内からくるくる回って、まだ画面端分からなかった。さあ水葉が前に出る、うお下がっての中足ラッシュ、これで体力は5分だが、上からくる小判で落としてしっかり勝利。神事ですね、この辺りはさすが巧みでしたね今。さあこっから仕切り直しの前だが、水葉は先に前に出るか、一つ投げて、この後のドライブゲージをどう使っていくか。そうですね、3本先に回復したのは水葉のキャミ、右手側、ただドライブ合戦、技をガードすればドライブゲージが、いやこれなくなってしまうが、どうする、横から来た、さあ藤村がバードするか、その前、バードを餌にして無敵技をねじ込みましたか。まあ、今のはいわゆるしゃがみ中キックラッシュに対して OD 勝利権を仕込んでおくっていう、まあ守りのテクニックで、それに対して対処するには、まあ今みたいなしゃがみジャックパンチ、ラッシュしゃがみジャックパンチを連続ガードにしたり、あとはそのラッシュインパクトっていう、ちょっと絡めてで勝利権を止めたりみたいなことが必要になってますね。ありますね。さあここはガードしている、できている。さあ上からゲージを2つ使ってのコンボ選択は水葉、次のランドを見て1本残しておく判断、ここは画面端素晴らしい、お見事。この倒し切りをすることによって、この3ラウンド目で最終的に3ゲージ貯めることもできますし、まあ、ゲージのこの使い方っていうところの自由度が高いんで、いい日本の使い方でしたね今のは。さあジャストからのこれはヒット確認してしっかりコンボ伸ばしている藤村、ターゲットディレイをかけて出し切りつつ、ラッシュでフォローすることで暴れ潰ししながら攻めを展開するっていう動きですね。素晴らしい動き使っていく、サバードしながらの打ち込み、ゲージを全て使っていく。水葉にはまだ2本弱というところ、さあここからの逆転はなかなか難しそうだが、バーンアウトをどう攻めるか、ここである程度体力を奪えるといいですけど、もうバーンアウト回復しそうです。そうですね、うお、やる、これでジャスト、これで一気に画面端、ただバーンアウト回復した、わー藤村の小技暴れ、まあ残ったぞ、さら竜巻昇竜からの、うわあ中足陣雷、しっかりねじ込んでいった藤村、まずは1試合水葉もかなり良かったんですが、まあ序盤で藤村がやっぱり先に3本あるっていうね、はい、ところを生かしてリターンを取って体力リードを広げてからの動きだったんで間に合わなかったって感じでしょうか。ですね。さあ投げていく、画面端まで藤村下がりながら誘っているかのような動きだが、どうする、まあ、ドライブゲージをできれば回復しつつ、そこうまくコパンから切り返しているのは藤村の剣、左側さあ水葉の中足ラッシュが入って入れ替えコンボ、入れ替え、やられを確認してましたね。画面端になる、うまい、さあこれ差し返しの形綺麗に入って投げまで呼んでいる、2回目、さあこれは一気にいくでしょう、しっかり倒し切り、大きい読み合いは水葉かなり勝ててますね。さあ水葉のこの、うわジャスト前に出ながらジャストでさらに前へ、こちらは負けじと藤村入れ替える、さあ何が待っている、この画面端水が前に出るが動き超えてある、ダイヤシからの手前だがサイレントステップを投げている、さあこれは投げ誘いに対して一気に、さあリソースを割いていくのは藤村、かなりのダメージになった、ドライブゲージも回復、画面端の攻めは続くということで、さあ水葉は次のラウンドどう見るか、しかもやっぱ入っている、これしかも体力減ってるんで SS3 が CA になってます、はい、モーリーサル、これでワンタッチで倒し切りいけると、上さあくぐったカラキャンラッシュになっちゃいましたね、仕込んだことによって、さあバードどうする、落としてからのゲージもないんで、そうですね、どう守る、ナイが入って、さあかなりミザが優勢な状況になった、これね削り確定です、削り確定しっかりと、これは藤村もなすすべなし、ゲージがね、SA ゲージ溜まってなかったんで、モケアに立ち強化なし、もうガードを確定なんで、はい、
そこからスパイクからの SS3CA ですね。 CA になると削りダメージも250伸びて1250になるので相当体力削って倒しきれます、はい、そこしっかり見てましたね。そう、水葉対藤村は1-1両者譲らず、無敵技の駆け引きはこう藤村に対して水葉がガード固めているってシーンも多いですし、そうですね、ストライクの後の駆け引きもジャストパリーが今日決まってますよね。確かに、あっ、綺麗に通っているジャンプ台からの水葉の攻め、画面端になる、なんで昇竜2回側されてるんで、あ、中盤持続か、うまく当てていったからの投げが入ってリーチは水葉。確かにここまでやっぱりあれだけ OD 昇竜拳側されてるとちょっと藤村動きづらかったですかね、今のは。確かに中盤差し返しの形になった、チャンスは先に水葉が作った、リーチはかかっている。さあ藤村この画面端どう抜けるか、どう出るか、後ろ投げ、地獄車頼りになる。さあ上から逆逆の形、入れ替えも、そしてバーンアウト。うおー、さすがにアクセルスピンは許さない。何が来てもレンガじゃなかったらもう劉備列脚打つぞって感じでしたね。でしたね。さあここはただ投げで少しずつダメージを重ねればいい。藤村はどう時間を稼ぐか。あいち、いやアクセルスピンが来る怖いよな。ですね、球も打ちにくい。上からの投げ、回復はした、これで回復、うん、止めている、コパン止めているからのバウンドしろ、これ止まれずか、水葉は見逃さなかった。さあ何が起こったかというような表情は水葉、そして苦笑いは藤村。勝ったのは2対1で魚群の水葉となりました。ちょっと最後の局面でミスが出ちゃいました。